本日はコロナ禍で1年地方に暮らしてみて感じたことをシェアしたいと思います。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。私たちは2015年に軽井沢に東京から移住してきまして、はい、2021年現在6年目に入るんですかね、はい、移住して軽井沢は田舎じゃないよっていう人ももしかしたらいるかもしれないですけども、まあ、地方で長野県っていう地方で暮らしてみて感じたことを皆さんにシェアできればと思います。はい。でまあ、その上でですね、じゃあ現状どうなのかということで、Google がですね、モビリティの変化という統計情報を出してまして、これはですね簡単に説明すると、まあスマートフォン皆さんお持ちだと思うんですけれども、そこではですね位置情報を活用してどういう施設に人が滞在したかというところを見ておりますと。それをですねコロナウイルスが感染症が拡大する前の状況と比べてどうだったのかというものを時系列に並べたものになっております。これ見ていきますと、東京都と長野県2つのチャートがありますけれども、まず一つ目がですね、小売娯楽、まあ、具体的にはレストラン、カフェ、映画館、美術館、まあ、そういったですね、エンターテインメント施設が主になりますが、これも変化を出したものです。で見ていきますと、東京都はですね2021年1月に入って、まあ、20% ぐらい減っているよと。最大で減ったのが緊急事態宣言が出されたタイミングで、まあ、50% か 60% ぐらい減っているんですけれども、長野県はですねその一番落ちたタイミングでも30から 40% ぐらい、現在2021年1月はむしろちょっとプラスに転じてるぐらいで、あまり変わってないということになっております。でもう一つが見てみたのが、職場のモビリティの変化ということで、これはまあ事務所ですね、どうなってるかということですけれども、東京都の場合は2020年の7月くらいから一貫して20% くらいかな、まあ、2割ぐらいの人がもしかしたらテレワークをやってる、そして長野県はと見てみますと、もう 10% いってないですね一桁台なんじゃないかというような結果になっています。これを踏まえてどうでしょうかね。実は地方はあまりテレワークが進んでいないというような状況が見て取れると思うんですけれども、まあ、感染状況の警戒レベルみたいなものもあるかもしれないんですけれども、イメージとしてはね、自分が受けているイメージとしては長野県ってすごい同調圧力が高くて、まあ、田舎ってそういうイメージですよね。長野県に限らず、はい、なんかその感染者が出たら村八分みたいな、そうですね、そういう空気あるじゃないですか。なんかツイッターでもなんか岩手県がもうコロナにかかったらもうなんか本当に村から出なきゃいけないというか、はいはいはい、岩手県から出なきゃいけないぐらいこう圧力があるみたいなことを話題になってましたけれども、うん、そう、実際に緊急事態宣言があったされたタイミングでなんか県外ナンバーの車に乗っていると傷つけられたりとか石投げられたとかっていうのがあったし、はい、実際に近くの小諸市では、はい、銀行の職員の方が、そうですね、確か感染されたんですよね、うん、3例目とか4例目ぐらいだったのかな、はい、その自治体で、そしたら銀行の窓ガラスが割られてたみたいな、はい、そういう悲しい事件もあったりしたんですけれども、なんかそれに比べて実際にじゃあ人が動いてないのかというと、そんなことはなくて、そんなことがないっていうのは矛盾がね起きてるわけですよ。それだけその同調圧力、コロナにかかってはいけないっていうプレッシャーが一人一人の肩にかかっている社会に暮らしているんだけれども、実際にじゃあ何か行動が変わったかと言われてな、そうでもないと、うん、まあもちろんこれは統計上の話なので、はい、実際にはその移動距離とかっていうのは考えられてなくて、例えば普段なら出張とかねで隣の県に頻繁に行くけれども、その頻度が減っているとかっていうのあるかもしれないですけれども、はい、例えば小売店舗だったりとか飲食店だったりとか、まあ、そういうところに行く人の数はそんなに東京に比べると減ってないっていうのが一つと、テレワークも、まあ、数パーセントしか実施がされていないのかなというのが、うん、この Google の統計情報から見えてくることでございますと。なんか結構固い話ですね、統計をねまず見て、まあ、よく私たちのチャンネルではこういう統計を出すのであるんですけども、じゃあ実際自分たちが住んでみてどうですかっていうところなんですけれども、はい、はい、で、まあ良かったこととしてはいくつか、良、はい、かったこと悪かったこと両方ね挙げていきたいと思うんですけれども、まず良かったこと、はい、良かったことはですね、まあ、ここ田舎というか人がいないので散歩している時もマスクをつけないでよいと。そうですね、人に会わないので、まあ、マスクしなくても大丈夫そうっていうのが、うん、まあ、たまにすれ違うけれども、はい、距離すごい離れているので、はい、
はい、そんなに気にしなくていいっていうのがあって、まあ、やっぱ外を自由にマスクなしで歩けるというのがなんかいかにこう大事なことかというのが分かった、うん、自分の家の敷地だったらね自由にこう行き来できるので、はい、まあ、その時はマスクしてなくてもいいっていうのもそうですね、ありがたいかなと思いますけれども、庭仕事をしたりとか、まあ、薪割りだったりとか、そういうあの運動がね、あの敷地内でいくらでもできるので、無限にできますから、はい、そこは結構なんでしょう、運動不足解消できるというか、うん、はい、で、あともう一つはですね、都市部に比べるとソーシャルディスタンスの間隔がかなり距離が長いと。そうですね、まあ、ただ個人差はちょっとあるかなというようなこともありますけれども、うん、基本的にはあの東京はやっぱり狭いので、はい、そうした人と人との感覚が割と近いなっていう、まあ、物理的に無理がある、ね、こちらに住んでるとすごくそう感じました。スーパーでも大体1メートルは最低取っているし、はい、それから飲食店なんかに行っても席の間隔は広いというのは、うん、心理的にはとても安心感がありますかね。行動自粛の基準が厳しいというのは、これはさっき図書館とか、はい、あの体育館とかそういう施設が閉鎖されたり飲食店の営業の自粛の基準だったりとか、うん、まあ、そういうものがこうハードルが高めというか、先ほどの Google の統計データだとあまりそういう、なんだろう、娯楽施設人減ってないっていうことがあったんですけど、もともとあまり人がいなかったっていうのもそうです、ね、あるかもしれないですが、はい、だいぶファミレスとかもね好き好きしてますからね。そうそうそう、ファミレスが満員になって並ぶこととかってないからね、はい、スシローか。スシロー大人気だから並んでます。スシローは並んでる。もう予約制になったんですよね、確か。ああ、うん、そうなんだ。アプリから確かそうなったって、うん。逆に悪かったことみたいなのもあると思うんですけども、どうですか？そうですね、まずは都市以上に孤独になりやすいかなと。本当人と会わないとなると、1000人にしかなれない。人と会わないというよりは、なんか人の気配を感じないというのは、はい。ガサって音がしたら記事だった。うん、それありますね。で、なんか、だからこういう状況だからか余計孤独感ありますよね。うん、なんか確かに確かに人恋しさを少し感じるような、まあ、あとはその世間の情報が、世間がどうなってるのかあまりよくわからない。まあもちろんね、あのメディアで情報を入手することはできるけれども、はい、なんかそのメディアもね最近ちょっと変更報道みたいなのもあるじゃないですか。そうですね、だいぶあると思います。だから街の様子とかも街に実際に出てみないと本当に生の感覚っていうか、そうリアルがよくわからなくて、本当にマスメディアの情報っていうのは切り取ってるから、うん、あのわからないですよね。もう言いたいように切れちゃうし言えちゃうから。うん、まあ報道だとさ、ネガティブな面に焦点を当ててやるじゃん、 そちらの方が、ね、視聴率だったりとか、あの人々の関心を引くので、ただ一方で、ね、たまに街に出るとなんか結構若い子が、ね、楽しく歓談してたりとか、もちろんマスクつけながらだったりはしますけれども、ニューノーマルでね、あの過ごしてるっていう様子もあると思うので、そういうところがちょっとわからないっていうのは、まあ、よしあしですね、不満ですね。まあ、世の中とちょっと感覚がずれないようにというのは常に気をつけているんだけれども、まあ、そういうだいぶずれてると思いますよ。デメリットあると思います。あとは先ほどの話にもつながるんですけれども、はい、感染してはいけないっていうプレッシャーがやっぱり大きいですね。あ、これはねあると思います。あのこういう田舎で暮らしてるとやっぱりあのさっき言ったような実際悲しい出来事もありましたし、うん、もう自分はかかれないんだ、かかっちゃいけないんだみたいなプレッシャーがあります。なるほどね、はい、まあ、そこの感じながら生きるっていうのが小さな自治体だったりとかコミュニティのまあ良さでもあるし悪さでもあるのかなと感じますけれども、まあ、一方で先ほどの何でしたっけ、そう我々はメモったけども、温泉は皆さんね自粛しないんだなって思いました。温泉がなくなったら、まあでも我々もあまりほら人が多そうな温泉では行かないじゃないですか。そうですね、あの、うん、すごい遅い時間とか終わる直前ぐらいに行ってますけれども、緊急事態宣言の時にさ、あの某温泉に行ったらさ、お前どこから来たんだって聞かれたもんね。ああそうでしたね、うん、そういうこともありますよ実際は、はいはい、まあ、社会的な圧力も感じながら生きているというのが現状ですけれども、はい、まあ、そういうところはやっぱりその田舎の大変さではあるかなと思います、はい、あと最後にですね、悪かったことは喧嘩の回数が増えたことですね。はい、まあ、家にいる時間がどうしても長いんですよね、家にいる時間が長くなってしまうので、はい、まあ、夫婦喧嘩が起きてこの YouTube の制作まで、ああでもないこうでもないってこう議論するわけですよ。その回数が増えたので、あの単純に喧嘩の回数が増えると、まあ、そういうことが起きてくるわけです。まあ息抜きをしようと思ってもね、外に積極的に出かけられるという状況ではないので、まあ、しばらく我慢が続きますけれども、まあ、
こういうので多分ね離婚する人とかもいるんじゃないですか。コロナ離婚とか。そうですね。あれも時期なんかほら、ね、DV とかがさ、はい、増えたとか、なんか女性の自殺が増えたとか、見落とされがちですけども、うん、維持するっていうか健康に保っていくの本当に大事だなと思って、うん、ちょっと油断するとねこう落ち込みがちになってしまったりするので、はい、気分転換も入れながら皆さんも気をつけください。はい、当チャンネルは長野県の観光、地方移住、軽井沢の生活についてお送りしております。いいなと思ったらぜひ高評価ボタン、チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。